はい、どうも。超特訓の時に限って怪我を通せない男、ミストです。はい、本日はですね、パワちゃん当日ということで、皆さんよろしくお願いいたします。うわ、ミストおるやんけと思われた方、ぜひね、声かけてくれると嬉しいです。みんなで猛者たちの戦いを見届けましょう。ということでですね、本日は勝手にパワちゃん開催を記念いたしまして、PSR ミキサーの方やっていきたいと思います。やっぱりですね、微妙と言われてる中、この友沢ね、PSR母体は欲しいなということで狙っていきたいと思います。まあ、他にもですね、限定キャラ、今出る限定キャラで言うと、サンバニー島、まあ、友沢、ガジェット、落合、ゴブリン、明神、カジ、沖野。このあたりが当たりかな。はい。まあ、先駆けでもいいかな。DJB でも一応 OK かなという感じで狙っていきたいと思います。うん。いやー、まあね、昨日実は動画化したいんですけど、試しに使ってみたんですけども、意外と、タック性能とか自体は強いですよね。超特訓、型練習っていうのがね、結構、アンドロイドにおいて強いなっていうのを体感いたしました。なので、今後、型メンタルとかね、型染めとか、もし出てきた時には強いかなというふうに思っております。うん。意外とストライク送球っていうね、金徳と、合ってるのかなというふうに思ってます。まあ、二塁手で使ってあげたら、めちゃくちゃ強いっていうのはね、わかりましたと。うん。金徳のね、成功率もめっちゃ高いんですよね。なぜか知んないですけど。3回使って今んとこ失敗ゼロです。っていうような感じなので、まあ、友沢は常設でも解放できるということで、狙っていけたら嬉しいかなと思っております。では、行きましょうか。もうね、もうきついっす。結構ね、攻めの PSR ミキサー行きたいと思います。はい。無駄に出た水着肘と、もう、たくさんいるレイリーと、キバと、深見で行きたいと思います。深見はちょっと迷ったんですけども、まあ、今後使われることはないんじゃないかなというところで、行っちゃいたいなというふうに思っております。では行こうか。攻めて安定してほしいね。前回のガチ動画では安定なかったので、安定のドキドキをね、味合わせてほしいかなというふうに思っております。アンドロメダキャラか、友沢で大勝利。行きましょう。ミキサーで勝たして、お願い！ガチャル！じゃないや、取得する！さあ、思いを届け！当て！起きた！おお！これは、これは勝ちじゃないですか。うわ、惜しいな。狙いとしては良かったんすけどね。これはでも勝ちだな。ありがとうございます。いやー。まさかのサンバニー島の PSR 射抜くことができました。あ、これは全然ありっすね。数ある当たりの中でも、まあ当たり、大当たりと言えるほどじゃないですけど、まあね。もう打撃の選手権彼女として一世を風靡した彼女。まあ今後のイベントとかでも使う機会あると思いますので、まあ、これはこれで嬉しいかなと思っております。うん、いや、懐かしいな。脳筋時代が懐かしいですね。はい。これはもうね、もう可愛いっていうのもありますからね。これはもうもちろん、取っておきたいと思います。やった！よかった。何も成果がないっていうのが一番悲しいですからね。いや、ただ惜しかったね。友沢来てくれたら神だったんですけども。はい。というわけでですね、本日、パワちゃん本番ということで、来場するだけで PR 博士を3枚、そして店員さん入部届ももらえることができるということで、まあ、決勝大会だけあって豪華になってますね。はい。時間は何時でも大丈夫だと思いますので、とりあえず行くだけでも行って、豪華報酬をゲットしつつ、みんなとね、交流して、団長のね、戦いを見届けたいなと思っております。まあね、団長の当日予選が赤組白組に1名ずつということでね、今回はかなり茨の道となってると思うんですけども、はい。まあ一応、100位以内に入ればね、また追加で PL 博士像、いつも通りだともらうことができるので、そこを目指して私は頑張りたいなと思っております。はい。グッズもね、なんか欲しいなと思ってるんですよね。T シャツとか。はい。なんていう。あと、ファンフェスタのイベントとかあるのか。まあ、これも、CP がね、もらえるイベントとかね、地味にあるんですよ。っ
ていうところをまあ確認しつつ、まあちょっと、仲いい人と楽しめたらいいかななんて思っております。まあかなりの来場者が想定されますので、はい、あの防寒だけはしっかりと、していった方がいいかなと思ってます。去年とかね、めっちゃ外で待った気がする。あのめっちゃ寒いっす。今日はどうなんだろう。ちょっと天気予報とか見てないんですけど、めちゃくちゃ寒いので、はい、あの体調にはご注意をという感じで、っていうところかな。あとお知らせで言うと、カロリーバー99個は来たり、これだ。当日予選のサクセススコア上限19万7000ポイントということで、まあこれ以上の選手をスタンバっていけば問題ないかなと思ってます。まあリングビッチのね都合上やっぱねスライダーカーブフォークを持ってた方がかなりやりやすいと思いますので、まあ、あの本当に団長を目指されるという方はね、そこまでしっかりとこの当日用のね選手も作って、あの基礎値もね上げてクイックラッシャーでも点を取りやすくしている選手を作ってね参加されるという方もいらっしゃると思いますので、はい、そんなねハイレベルな予選に私はちょっと参加しないで、はい、皆さんとの交流をね深めたいなというふうに思ってるんですけども、あとはいつも100以内はきっちりと狙っていきたいと考えてます。はい、っていうところかな。あとパワーちゃんの動画もね出せてないんですけども、陰でまあ地道にやってはいます。野球勝負で一応ね、まだ全然選手できてないんですけど、26万のね、選手は作れました。はい。こちらね、取るね、変化球をミスった感あるんですよね。スライダーとパームということで。あの、リングピッチのあれが、適正あるのがね、カーブ2つ、スライダー2つ、まあ、フォーク1つということでね、ちょっと取る変化球ミスったんですけども、このパーム5で頑張りたいと思っております。これから作る選手は、やっぱりね、3方向を狙っていきたいなとは思うんですよね。それかスライダーとカーブ、がいいかなと思ってます。で、まあ3方向を狙うにあたって、やっぱりカジの存在はね、でかくなってくるのかなと思ってます。やっぱカジ入れないと3方向は難しいのかなと思ってますね。はい。ですね、ちょっとデッキのシフトチェンジも、していきたいなと思ってます。ちなみに作ったデッキはですね、これにアテナですね。はい。アテナ、アテナ、アテナ。はい。だからここで変えるところで言うと、もう思い切って野球マンのところを、まあ、カジかな。ってなるとね、バウンサーゼロになっちゃうんですけども、バウンサーゼロでいけるから、まあ、ここね、振り袖雅だったらかなり強いと思うんですけど、いや、難しいっすね。でも、このデッキは安定感あるなというふうに感じました。はい。プラス、まあ、攻めるのであれば、カジを編成する。まあ、で、技術がね、稼げないとどうしようもないと思うんですよね。コントロール上限突破させるっていうのもね、一つのね、選手ランクを伸ばす上での、あれでもありますので、難しいっすね。私はこのデッキで、まあ、野球マンを生かすためにもね、俊英に行ったりして、はい、技術を稼ぐ立ち回りをしておりました。あと、優香はね、メンタル得意練習がね、固有と合わせ 40% かな、めちゃくちゃ高いんですよ。っていうのもありまして、そうだね、ここで10、おそらく 10% の、ここで 30% なんで、はい、メンタル生きながら変化稼げるなんていうこともできますので、まあでも変えるところで言ったらね、アテナのところを、野球マンひじり。で、ひじりのところを、カジ、なんていう感じになるかな。ちょっとね、そうすると、毎日後ごとかになっちゃうんで、その辺の調整も必要なんですよね。いや、難しい。ちょっともね、期間もあと2日しかないということで、繊維はね、絶対入りたいんですよ。年間ランキング的にも。なので、まあ、そういうところを踏まえて、安定を取り行くのか、攻めた、選手を作っていくのか、ちょっと考えたいと思います。今回のイベントね、グループランキング的にはまあそんなに報酬でかくないんですよね。はい。グループランキング報酬が選択じゃないや。選択か。2018の配信キャラの、あ、選択じゃなかったわ。選択じゃないのか。じゃあなおさらだな。もうほんと当たりが出るとは限んないね、感じなので。はい。
グループランキングというよりも全体ランキング1000位に入って、まあ、無難に PSR ガチャ券とピエール博士を狙っていくなんていう立ち回りをねしていきたいと思いますので、いや難しいですね。もう1サクセスに時間もかかるし頭も使うしね、本当にビンゴ苦手なんですけども、念願のねパーちゃん年間100位に入れるように頑張りたいと思います。では、会場当日行かれる方よろしくお願いいたしますっていう感じで今回の動画終わりたいと思います。 PSR ミキサーはね大勝利でしたね。ぜひチャンネル登録と高評価のほどお願いいたします。では失礼します。 See you.